こんにちは、あいさです。はい、今日の企画はせいなちゃんとゆずはちゃんにあいさが超生意気な態度を取り続けたら送るのかっていう検証をしていきたいと思います。気まずくならないですか？ドッキリの内容を発表していきたいと思います。じゃあまずターゲット1、ゆずは2つ目は、ゆずはちゃんお疲れ様ですってまずだるがらみをしてもらいたいと思います。2つ目、ゆずぴの財布、今誕生日で買ったお気に入りのシャネルの財布使ってるんですけど、それを欲しいって愛車からおねだりしてほしいです。で3つ目、喉に乾いたんですけど、ゆずはちゃん買ってきてくれませんかってずうずうしいお願いをしてほしいと。これ怒られそうな気がする。で4つ目、メイク直しますよって言ってリップで顔に落書きしようとしてください。じゃあ次、せいなに仕掛けてほしいのは、はい、ゆずはと同じくお疲れ様ですとだるがらみが1つ目、はい、で2つ目が、せいなの洋服めっちゃ可愛い、めっちゃ欲しいっておねだりで、3つ目、あいさの得意なけん玉をせいなにやらして下手くそって下手くそ、はい。最後、せいなが過去のドッキリで赤荻元編集長に水鉄砲をかけてたドッキリがあるんだけど、はい、それと同じことをせいなにやってほしくて、はい、なので水鉄砲も用意したので、はい、と同じ流れでせいなに、えいって。めちゃめちゃ優しい2人だから、まあ、いけっかなって感じですそれではどうぞ。いざ、お疲れ様です。やっほー、おつ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 大丈夫今日？大丈夫です。変なのやってない？大丈夫？変なのやってない。本当に？ゆずはちゃんの財布めっちゃ可愛くないですか？本当にありがとう。これなんかね、どこで買ったんですか？これなんかシャネルで買ったんだけど、可愛い。そう、なんか誕生日だったから、そう、なんか可愛い、買っちゃった、いいな。ありがとう、ください。やだよ。ください。やだよ、ダメ。めっちゃ可愛い。本当？でもそんななんか高くないよ、これ。いくらぐらいですか？忘れちゃった。絶対高い。何の財布使ってるの最近？アイサはミュウミュウ。ミュウミュウ？可愛い。見せて。可愛いこれ。じゃあもらう。え？じゃあもらえる。中身も盗んでる。中身も盗んでる。ゆずはちゃん、それ何飲んでるんですか？これは、カフェラテ。カフェラテ？そう、カフェラテ。あ、でももうないよ。もう、つば。もう、飲み終わっちゃった喉乾いた。わかる、めっちゃ喉乾いた。喉乾いたよー。ゆずはちゃん、買ってきてください。なんで、なんで今、喉乾いちゃった。喉乾いちゃった。一緒に買いに行く？いや、うん、あいさは、今、なんか、うん、座ってた気分。喉乾いたな。喉乾いたな。乾いたな。乾いたな。一緒に行くならいいよ。一緒にですか？うん、じゃあいいや。朝何飲みたいの？コーラ。コーラ。一緒に行く？はい。いいよ、最高。はい。うい。ゆずちゃん、うん、ごちそうさまです。うん。何したの？溢れ出そう。いや、溢れ出そうとしてます、自分で。ねえ、何してんの？かけていいんですか？なんでだよ。ゆずはちゃん、メイク崩れてません？え、本当に？はい、なんかもうヨレヨレのヨレみたいな感じで。ちょっと直そう。直した方がいいと思います。ゆずはちゃんって、リップ何使ってるんですか？リップは、はい、キャンディードール、これ。あ、知ってる。アイさんこれも使ったことある。この色じゃないけど、リップアイさんが塗ってあげますよ。いいの？ありがとう。何しようとしてるの？何？ねえ、おい、自分でやるから、自分でやるからいい。ゆずはちゃん、おこですか？うん、おこじゃない。おこじゃない。うん、でもね、あいさ、はい、もうね、ジュースとかは、はい、先輩とかに買ってきてって言っちゃダメだよ。逆に先輩とかが喉渇いたなって言ってたら、はい、買ってきましょうかとか、はい、なんか一緒に行きませんかとかって誘ったりするのはいいと思うけど、はい、多分ああやってこんな風にして喉渇いたなとかって言うのは、はい、多分怒られちゃうから、はい、絶対ダメ。バイ。
ゆずはちゃん、あの実はこれ、うん、ドッキリですえ、どういうこと？どういうこと？え、どこにカメラあるの？え、嘘でしょ？え、わかんないんだけどえ、どういうこと？ねえ、騙された。もうやだごめんなさい。え、でもなんか全然気にならなかったわなんかジュースぐらいしかなんか何も思わなかったえ、ずしかけられることをじゃあ、あやさんいい子だもんね。ありがとうございます。ね、今日は絶好調だなと思ったけどはい、ということでそういうスッキリでした。はい、すいませんでした、はい、ごめんなさいねえちゃん、お疲れ様です。お疲れ。怖い、距離近い今日も怖い。お疲れですねえちゃんもよく可愛いですね。本当？ありがとう。どこのですか？ジェイダさんだよ。ください、それいいわねやった今度せんなちゃんの家行っていいですか？いいよ。そういうの断捨離したから、あのいらないのいっぱいあるからあげる。本当ですか？マジマジ。やった、助かる。イエーイ。それはもうダンスしちゃおうよ。せんなちゃんと頭いかれてますよね。あいつさんにやりたくないんだけど。せんなちゃんだ。なんか今日けん玉持ってるんですよ。え、やっていいですか？すごい！何それ？やってください。え、そうなんできるぞ。あ、違う、これさ、ワンちゃんが必ず勝つのやばいよ。補助みたいな。補助って乗せ方が、うん、こうじゃなくてあ、上ってこと？あ、そうです。あ、この玉を上げる感じ。オッケー、はい。ダクソ。ダクソ。ダクソ以前なんか危険じゃない？才能ね。え、待って、もう一個アイスはおもちゃ持ってきたんです。ドゥドゥ。え、入ってる？え、入ってます？え？ちょっと待って、一回して、一回して。一回まで、おいしそう。一回コーラ、コーラ飲んで。一回。え、どういうこと？え、意味わかんないんだけど。ドゥルンドゥルン。やめて。してるとも思ってないし、アイサもちろん、さすがに顔にかけちゃった時は焦りました。アイサだからできるだけ隠ですね。他の子にされたらちょっとドッキリで気づくのかもしれないけど、アイサだから、アイサ普段から失礼なことしてるやつみたいな。いや、でもね、なんかアイサなことはしてない。そう、なんかめっちゃがみつくて、ね、やばい、悪口言われた。人にさ、好かれるようなさ、やり方じゃない。だから、絶対鉄砲とかは絶対やんないじゃん。やんないです。で買ってこいも絶対言わないじゃん。だからなんかちょっと感づくよね。感づきました、ね。ちょっとだけ、ね。あ、感づいた。ちょっとだけ。気づいたんだ。ちょっとだけ。まあよくできました。ありがとうございます。うちにはできないです。はい、ということで動画を最後まで見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録もお願いします。お願いします。以上、せいなとあいさとゆずはでした。バイバイ。バイバイ。